裏で別人が推理するタイプの国民的アニメ見たことあるよ。コナンだな。ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。ってことで HP めちゃくちゃ少ないHP がめちゃくちゃ少ない。 ATM がバッテリー切れ、代替にヘビボールという鉱石が必要だ。ヘビボールが必要って言われたんか。いやでもヘビボール必要とか言われてもさ、1個しかないんよね。それをどうすればいいんだい。ヘビボールは1個だけでは役に立たないけど、ですよね。複数集めると融合作用でエネルギーを集めることができるらしいよ。そのエネルギーが一定数を超えると金色のヘビが現れ、願い事を叶えてくれるとかいう技術体もあるよ。ドラゴンボール、経験値がもらえた。どう最近、軽いな、なんかどう最近も何も一緒に巻き込まれてるじゃねえか。宿泊部屋に壺のある部屋とない部屋があったけど、規則性でもあるのかしら。壺のある部屋とない部屋、まあ、それは確かにあったけど、わからないことがあったらとにかく電話だよ。話すだけで経験値がもらえる。誰と話して誰と話してないんだかよくわからん。玄関の雪崩が解けるどころか逆に固まっちゃってるみたいだね。そうなると脱出方法は裏口の金の扉しかなさそうだよ。ってことはやっぱりそこから出るしかないんだな。いろいろ販売とか受け付けるよ。販売君だったか。どう最近の人だった。人ではないな。あれ、従業員側に行けなくなっているか、もしかして行けねえな。なんでなんか封鎖されてる。ヘビボール同士には共鳴作用が働くらしいね。ふんふん。てか HP 回復した方がよくね。あ、で壺のある部屋とない部屋がどうのこうのって言ったね。ハンターの部屋にはない。ゴミ箱ならあるけど、てかゴミ箱もある部屋とない部屋があるのか。あ、ちょっと回復しようよ。特大ケーキ、回復量イコールレベル数。でも食欲120消費されるけど、今食欲いくつなの。食べれねえメガラーメンだ。この料理は食欲が足りなくても食べることが可能。マジで、しかも HP プラス40。え、いいやんいいやん、食べよう。あ、ちょい食べよう。イエーイ。あ、最大が今38なんやね。なるほど。この部屋は壺あるけど割れてんな。なんで割れとんやっけあれ。え、なんかあったっけ今まで全然覚えてないんだが。この部屋にもある。え、壺がある部屋が8、9、4、5ね。子供、この状況で子供部屋に置いとくなよ。めちゃくちゃ危険じゃない。いろいろとお亡くなりになってるの。なんかあるこれ。お金落ちてた。やった。ほんといろんなところに隠しとるね。あれ、ムカデの部屋やろ?ここはなんで木の箱が置かれているんだろうか。で、ここもない。私の部屋はあるね。私というか、ヘビ探偵の部屋には。以上?あ、こっち一緒か。とりあえず殺された二人の部屋は壺はなかったね。どこに行けばいいんだろうか。あ、とりあえず回復したけんさ、セーブしとこっか。行きまーす。行きまーすっていうか、どこに行けばいいんやろうね。ヘビボールを集めるんか。そうそうそう、ヘビボール、ヘビボール。電気制御室。これあれ、なんか、え、違うか。いやでも部屋の数と一緒じゃない。なんかそんな感じよね。これ何、読めないんですが。あ、トイレある。はけるね、ここで。あ、ここにも。電力制御装置は旅館の電力を攻撃力換算で1から9まで制御可能。どういうことなんだかわからん。この扉はバールでは破壊できない。最先端技術で製造されたマスターキーでもあれば。マスターキー?
どこにあるのマスターキー。あ、50ゴールド。でもここで食欲、あ、道をまあ食欲回復しとくか。とりあえずね。てか食欲もゼロになっとるのに。あ、ヘビーボール。ちょ待って待って待って、回復するってどんだけ。これ何のレバー。え、何も操縦できない。操縦なんかどんどん奥に。え、何、なんか落ちてた。全然わからんかったんやけど。50ゴールド。この炭酸動かせそうだ。そっちに何これ、ネジみたいなの。あ、これマスターキー。マスターキーを獲得しました。一度だけ金の扉の解錠が可能です。え、マジで。え、マスターキーで金の扉の解錠、これもう出られるやんね。あ、てかさっきのあれって金の扉ってこと。じゃあ今この建物内にヘビーボール同士が共鳴しているようだ。この建物の中に今金の扉2つあるってこと。え、ちょっと待って。いや、でもここ気になるけどさ、気になるけど出口をね使うべきは出口ですよね。ちょっと待って、セーブしとこう。マスターキーゲットしたよ。これで金の扉が開けられるよ。ちょね、邪魔なんですけど、全然どいてくれないんですけど。ねえ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 、もうこれあれ、自然とあの地下の金の扉を開けるしか選択肢がない感じ。のけよな。だってこの鍵あったら確実に出られるやんね、マスターキー。まあとりあえずここに何かあるってことか。ここを開けろってことやもんね、きっと。開けました。願い事を叶えるには攻撃力換算で30のエネルギーを一点に集める必要があるようだ。お、何、全ての証拠が見つかりました。電話かヘビ従業員に相談することで最後の推理パートに突入できます。最後、新要素ミスリードシステムについては電話の攻略情報に説明があります。何、ミスリードシステム、新要素。でもなんか致命的なミスリードがみたいなの今までもあったけど、それとは別ね。この魔法陣みたいなのめっちゃ気になったんやけど、なんなん、なんでもないんこれ。え、なんでもないの、なんでもないとかある。ちょっと待って、記録。んで何、電話で攻略がどうちゃらこうちゃらって言ったね。電話相談でいいんかな。あ、現在の攻略情報、ついに最終パートに突入します。序盤から逆転の発想系の選択肢が多く、ヒントも少なくなります。マジか。とにかく逆転の発想と表記されていた場合、逆っぽい選択肢を選べばなんとかしのげる。ほうほうほう。中盤からはミスリードシステムが実装されます。遠回りルートを強制的に選ばされるような仕様です。あ、強制的。まあじゃあミスリードがどうのこうのって言われても、それを選ばざるを得ないということなんやね。わかったわかった、ゲームオーバーなわけではない。ミスリード選択肢を選んでもダメージは受けませんが、そこから増える選択肢で間違えるとダメージを受け続けます。嫌だな。逆に正解すれば経験値がもらえるため、わざとミスリードにかかるのも手段です。かかるのもってことは、別にミスリードにかからなくても攻略はできるということ。黒幕は不死鳥級に手ごわく、どれだけ追い詰めても逆転されるのでご注意。嫌だな。エリクサーやポーションを買いだめ推奨。え、しとこうじゃ。今スキル割振る、あ、できるねできるね。ちょっと最大 HP 増やしとこうや。めちゃくちゃダメージ受けるっぽいし、やだわ。え、どこまでいける。あ、現在のレベルがどんどん減っていきよる。どこまで行ったんやろ。でも多分これで、なんなんこのアンテナ、どこに向けとん。てか地下にアンテナってあるもの。ここもなんか何あれ、壁、あ、これなんか壁で仕切られたのか。
どういう線路なんやろ。まあ、でも多分このトロッコ用ってことよね、きっと。待って。あれだな。とりあえずロビーに集合をみんなしとったけん、ロビー行ってセーブしますか。てかこれで回復できたらいいのにな。だって回復作用あるみたいなこと言おったやん。させてよー。で、もう、あ、待って、ピザある。ピザ M サイズがある、食べますか。最大 HP プラス3。あ、マジで？最大 HP プラス3やけど、やけど、ベッドで寝ても回復、いつでも回復させろよ。回復させてくれよ。てか結局ツボのある部屋とない部屋のどうのこうのみたいなの分からんかったな。でもって食欲も増えんけんさ、食欲120消費って言われても無理やしさ。でピザも別に今の体力から回復するわけじゃないっぽいけど、一応食べとく？食べておこう。体力も回復しろよ。はい、セーブしました。じゃあとりあえず推理パートに入りましょうか。あ、そう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 、あれや、ん？謎が解けたの？待って、その前に買い物がしたい。アイテムを購入、購入する。待って、なんか今換金アイテムをまとめて換金あるんかな。換金アイテムでも換金システム使えみたいなこと言わんかった。え、4000ゴールド獲得した。めっちゃあったやん、換金アイテム。え、でアイテムを購入。いいね、まとめて換金してくれるの。待って、イントネーション。え、でも大事な道具なくなったりとかはさすがにしてないよね。薬草が HP5 回復。推理パートでも使用可能。よきよき。で、10回復の。邪魔な火を消すって何？エリクサー。あ、全回復。あ、じゃあもうこの、全回復のエリクサーに、全振りしようよ。7個。オッケー。あ、もう一回セーブしとこうかな。アイテムもゲットしたけんさ。ということで、ん？謎が解けたの？謎は解けた。皆さんを集めてください。ほとんど集まってるけどさらに集めるよ。ここに集まってないのって子供たちだけじゃない？推理パートに突入します。よし、急に暗くなった。何の演出だ。推理パートファイナル後半戦、ついに最終決戦だよ。長い長い戦いになりそうだよ。真犯人はあの刑事に決まったんじゃないのかい？いや、あれは、あれだよ。なすりつけられただけあって、殺されとるし。いろいろと謎が解明されたらしいよ。蛇探偵が言ってたよ。却下だ。これ以上蛇の探偵ごっこに付き合ったり暇なんないからな。さっきまで推理は蛇探偵くんに任せるとか言ってたじゃないの。爆発のタイムリミットが近い以上、脱出が最優先だ。てか、あれからどれぐらい経ったの？爆発はいつ？もうそろそろ？推理することで脱出の手がかりが見つかるかもしれないよ。今さら話し合うこともないだろう。真犯人の刑事は死に、事件は解決したのだよ。意義あり。なんで今宿泊部屋に戻るっていう選択肢があった？開幕だよ。今夜はオールナイトで推理だよ。楽しそうだな、なんか。事件が解決してないなら誰が黒幕だというのだね。君だろう。この事件の黒幕は、わからない場合は逆転の発想で OK。 逆転。刑事、助手、かっこブラックドクター、まあ、刑事じゃないやろうけん、助手。そこはま、むしろ逆で刑事。いや、もう死んどるってことになるよね、助手。え？助手の方が黒幕なの？助手が黒幕の推理ゲーム、大昔にあったって話だよ。助手が黒幕の推理ゲーム？知らんな。バカバカしい。女子が黒幕なのと立場的に考えて無理があるだろう。確かに上司の刑事に役立たずとか怒られていたしね。そういう演技じゃない。刑事が女子に怒っていた理由は、わからない場合は逆転の発想で OK。 本当に逆転だらけやね。
助手が役立たずだから、助手に全ての推理は任せていたから。まあこれやったらストレートすぎるけんこっちやろ。それじゃあ今まで推理してたのは刑事じゃなくて全て助手の助言ってこと？裏で別人が推理するタイプの国民的アニメ見たことあるよ。コナンだな。上司なのだから怒るのは当たり前だろ。怒る上司は全て部下任せの上司なのか？いや違うやろ。怒るにしても今回の事件では特に刑事が怒ってたな。殺人事件なのに推理がいつも以上に雑だったからね。むしろわざと負けるように誘導してるような場面もあったよ。助手の推理がいい加減になった理由は逆転の発想で OK、 事件の難易度についていけなくなったから。間違うよね。名推理しても刑事の手柄になるだけだから、名推理それほど黒幕を特定されてしまうからということか。まあ、だってこいつが黒幕のはずやけん、おそらく。そうだよ、自分が真犯人なら名推理するほど不利になっちゃうよ。それじゃ役立たずに徹するしかないね。最初からそうしとけばよかったのに。あの刑事は長年無敗の刑事と呼ばれていたのだよ。死人に口なし、今さら覆るものではない。無敗の刑事と呼ばれていた本当の理由は逆転の発想で OK、 刑事は助手以上に優秀だから無敗、刑事は何もしてないから無敗。何もしてない、だって今のままやったら無敗のままされるみたいなこと言ってん、この世を。それじゃあ無敗というのは全て助手の力だったってこと？正しくは無敗の助手と眠りの刑事の関係だね。心じゃねえか。あの刑事が本当に無敗ってことは結局本当に数字は嘘をついていなかったよ。バカバカしい。助手が推理していたとして助手に何の利益がある？手柄は全て刑事のもの、助手に回ってくるものといえば検視用の死体ばかり。助手が検視してるの？利益が釣り合っていないではないか。検視ってなんか別の人たちのイメージがあるんやけど、もう現場に来る人とは別の。黒幕ブラックドクターが刑事の推理に加担する理由、逆転の発想。報酬をもらっている、弱みを握られている、検視そのものが目的。検視そのものが目的、死体の検視自体が目的。何を言い出すかと思えばハイエナじゃあるまいし、死体は猿趣味などないさ。それに検視といってもこの旅館出るのは蛇の死体ばかりだよ。人間の死体なんて今回の騒動が初めてだからね。ブラックドクターは検視をする目的、これも逆転の発想。本当は人間の死体目当て、蛇の死体だけが目的。むしろそういうこと？蛇の死体？人間ではなく蛇が目的？自画自賛も甚だしいものだな。だったら聞かせてもらおうではないか。蛇の死骸ごときに何の価値がある？こっちが聞かせてほしいよ。ブラックドクターにとっての蛇の死体の利用価値とは？逆転の発想。死体を解剖して研究に活用。死体はどうでもよかった。むしろ？死体が目的やったけど死体はどうでもよかった？意味わからんけど、逆転、これ？死体はどうでもよかった？自分の証言を自分で全否定。前回の自画自賛の自画像に足でも書き立ててしまったかな？ラソック。なんだか目的が見えてこないな。そろそろ結論を聞かせてもらおうか。黒幕の動機とやらをな。教えてくれよ。ついに切り札の出番。全事件の黒幕ブラックドクターの動機はこの証拠品につながる。ブラックドクターの動機、死体が目的やけど死体自体には興味がない、どういうこと？木の扉、金の扉、電気制御室、旅館に捜査令状、助手は最先端技術に詳しい、ハンターが殺害される、ポーションヘビーボール、緊急用アイテムくじ、エリクサー、土の子の手配書、旅館の機密事項、無敗の刑事の称号、ドリル重機、人工温泉、鉄格子。え、何？え、何？土の子。いや、でも、生け捕り。毒耐性不死身。違うか。あ、てか、これ自体も警察側が流した嘘みたいなこと言ったもんね。え、何？ヘビボール。関係あるのかな？でも、願い事が叶うんよね。
ヘビボールってことはやっぱヘビが持ったんかな、そういうこと。突きつける方法を選択してね。ヘビボールを証拠品として突きつける。ヘビボールを時速150キロでブラックドクターに突きつける物理的に腕力25、じゃあ無理やん、5ない。じゃあヘビボールを証拠品と、まあ、普通にね突きつける。それはヘビボール、お前が持っていたのか、盆書のヘビごときが。この助手突然雰囲気が変わったよ。やっぱこれが目的か。弾をかざすと第二形態になるタイプのラスボスだよ。何？何の話だ？多分この辺も何かしらのパロディ的なものじゃないの。だけど黒幕の狙いってこんな小さな石ころだったの？いやまあでもね、ドラゴンボール的な役割があるけん。一見小さな石ころだけど一部レアヘビしか所持していない鉱石だから高値でトレールされてるんだよ。レアヘビしか所持してないんや。え、じゃあなんで探偵、ヘビ探偵が持っとんやろ。現在のヘビボール相場は7770ゴールドだけど悪用される危険もあるから基本的には滅多に売買されない鉱石だよ。とにかくそのヘビボール持っているならさっさと渡してもらおう。てか結構な値段になるね。 ATM の修理に必要なのだからな。え、そのため？渡してダメよ、その助手が黒幕なら悪用する気でしょ。やれやれ、ヘビボールを欲しがっているだけで黒幕扱いとはな。ヘビボールが必要なのは ATM の修理に必要だからと言っただろう。ヘビボールを欲しがっているのは黒幕、これを示す証拠品があったはず。ヘビボールを欲しがっているのは黒幕、証拠提示、これを示す証拠品は7770ゴールド。ぴったりやん、やばくない？ほら、旧姓 CX の鉱材の7770ゴールド。金の扉？そういえば7770ゴールドって数字聞き覚えがあると思ったら、金の扉解除条件と同じなんだよ。金の扉の要求価格とヘビボールの取引相場が同じ7770ゴールドってことは、黒幕が金の扉を設置した動機今ならわかるはず。監禁殺人するため、単純に7770ゴールド欲しかった、ヘビボールのため。え、ヘビボールが7770ゴールドなんやろ。え、ヘビボールのためなの。ヘビボールをどうするため、ヘビボールを買うため、ヘビボールを売らせるため。逆転の発想、売らせるためなのか。そうだよ、ヘビボールを売らせるためなんだよ。きっちり7770ゴールド要求することで客にヘビボールの売却を促してたんだよ。でも売却したとしてそれを買い取る買い取り価格は買い取り価格っていうか、どうやったらね、いくらで買えるん。忘れてはいないかな、その換金用の金の扉は1万ゴールド以上の価値があるものだ。8000ゴールド弱の金でヘビボールが買えるなら換金なんて回りくどいことせずに高額で募集をかければ済む話だろう。ヘビボールは悪人に悪用される危険もあるから非常事態でもない限り売られない代物だよ。じゃあ手放されたところでさ、売ってもらえんやん。だから無理やり非常事態を作り出したってわけね。あ、そういうこと。過去にも5回ほど監禁騒動が起きてたけど、それもヘビボールを売らせるのが目的に違いないよ。過去にも5回、じゃあ今まではヘビボールは売られたの結局。やとしたら今5個も、でもその度にこの人買っとんかな。次だったらもうめちゃくちゃ怪しすぎるけど。実際監禁騒動の最中に何度かヘビボールを売店に買い取ったことがあるからね。おお。だがヘビボールを買い取ったのはあくまで旅館側だ。自分のものにならなくては意味がないだろう。それよ、旅館から盗み出せば自分のものになるじゃない。では実際ヘビボールは盗まれているのかな。盗まれるどころかむしろ逆、これ地下にあったやつか。あれが買い取ったヘビボールってこと？盗まれるどころかむしろ逆、ヘビボールが増えてるんだよ。増えてる？とにかく盗まれていない以上、黒幕の動機がヘビボールとは思えんな。旅館のヘビボールを自分のものにするため黒幕が使った手段は、
レプリカ版を作成、旅館の壁に固定する。旅館のヘビボールを自分のものにするため？レプリカ版を作成してどうするんやろ。わからん。旅館の壁に固定する。後でまとめてかっさらっていくため？全部集まった後で。そういうことかな。そうだったよ。保管されてるヘビボールを盗まなくても、壁に固定しておけばさらなる転売を防げるよ。ほう。それに紛失したわけでもないから、盗難届を出される心配もないわね。でも非常事態が今まで5回起きとるってことやろ。じゃあその度に売られる危険性はあったわけじゃない。ではヘビボール持ちのヘビがボールを旅館に売らなかったらどうする。今回のヘビ探偵のようにな。売られなかった場合の保険が遺体の検視でヘビボールを摘出する手段なんだよ。体内にあるの？その手段が有効なのはヘビボールを持つレア種のヘビがたまたま殺されればの話だろう。今回のように殺されたのが凡種のヘビだけならどれだけ検視してもボールは出てこないさ。確かにレア種のヘビは殺されてないな。レア種のヘビからヘビボールを奪うために黒幕が取った作戦は自分でレアヘビを殺害する作戦。いや殺されてないよね。レアヘビを5人逮捕する作戦。5人逮捕。今回5人逮捕されたのはヘビ大型種とポイズンスネーク。レアヘビか。普通じゃないよね、きっと。そうだよ。冤罪でもいいから捕まえさえすれば、所持品検査でヘビボールを探し出せるよ。そういうこと？所持品検査。その証拠でもあるのか？証拠がないならそっちこそ冤罪だぞ。まず最初のヘビ殺害事件で5人逮捕されたのは。